獣を鬼めと同じようにやり方は一つです。怪我人はおとなしくしていなさい。はい、はい、皆様安心して戦うのですわ。これ以上進ませない。戦闘に話は後で。守らなきゃ命を裁断できると言うんですか。はっ、これよりあ、命を裁断と話は後で。針に糸を通すように。つく、戦闘と話は後で。守らなきゃいけない人がいるんです。敵はもういないかしら。では少しこの辺りを散歩してきますか。